長い間頑張ってくれたあなたと師匠さんをねぎらうために、初回は小おばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩して、さらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。パオズは大きくて、秘書さんから話は聞いてるよ。天心を準備したから先に座っててちょうだい。今持ってくるよ。みんなでカンパニーのこいつに抗議して説明を聞かせてもらおうとしてたんだ。カンパニーのこいつとは無礼にも程がある。今日の私はカンパニーの代表ではなく、ただの金人港の旅行客だからな。スコートと呼んでも構わんぞ。見えすいた挑発には乗らないか。私はただ荷物を送りに来ただけだ。なのにどうしてお前たちに囲まれなければならないんだ。こいつの荷物に問題があって、他の客の商品を破損させてるの。そのせいで不当はずっと賠償をし続けてて。はあ、もっと大声じゃないと聞こえないな。金人港のやつらは客人にそんな態度しか取れないのか。今すぐこいつの荷物を開けよう。絶対に何かあるよ。よく考えるんだな。もし私のものを壊したら弁償できるのか。は？私の荷物に問題があるだと？問題があるのはお前たちの方だろ。もうごたくはいいよ。今すぐ荷物を開けるからね。荷物の中に何か怪しいところがないか調べよう。今すぐこいつの荷物を開けよう。絶対に何かあるよ。よく考えるんだな。もし私のものを壊したら弁償できるのか。この機会を逃さない。大丈夫、争いに意味はない。気を後悔しても遅い。この気候に細工してるんでしょう。
貨物船にあった他の荷物は全部この機構が壊したんだ。はあ、もっと大声じゃないと聞こえないな。証拠が揃った、言い逃れ。よく見てみろ、この怪物は私のものなんかじゃない。え、信じられないのなら不当の労働者に聞いてみるといい。その通りです。この国運金釜はスコートさんのものではありません。じゃあどうして国運金釜がこの中にあるの？うん、それはお前たちの問題で私には関係ない。そうだろ。逆に聞きたいんだが、私の花瓶はちゃんと包装されていたのに、もう少しで割れるところだったぞ。どうしてくれるんだ？ほう、割れてほしいのか。これだけ大騒ぎしておいて謝罪の一つもなしか。おかしいだろ。これぐらいで謝罪なんて。ほう、謝罪しなかったことが広まるとまずいんじゃないのか。ごめんなさい。構わん。これを予行練習だと思えばいい。そんな謝罪は一度だけじゃないからな。あんただったらはめられてなかったんだろうな。ごめんなさい、少しも口を挟めませんでした。母さんが教えてくれたんだ。技をしっかり身につければ他の人は筋を通してくれるって。私の技はまだしっかり身についてないみたい。支払い日が来る前にお二人に口喧嘩、いえ、討論の方法を身につけてもらう必要がありますね。会長に会いに行きましょう。秘書さんからここに来た理由を聞いてるわ。人と討論するときに優位に立つ方法を学びたいんでしょ。私はしがない伝言係よ、秘書じゃないわ。でも会長は最近不当で起きたことを知っていて、簡単な交渉技術を教えてもいいって言ってくれたわ。まずはじめに事前に切り札を準備しておく。運気軍が戦場に行く前に武器を手にするように、交渉の座に着く前に切り札をちゃんと確認するべきってことよ。今からいくつか材料をあげるからしっかり確認してちょうだい。これは不当の騒ぎの時に国運金釜が入っていた荷物箱よ。差出人の名前や連絡先は意図的に消されているけど、架空運輸の記録によれば差出人は法となってるわ。これは不当で働いてる法の収支記録ね。最近カンパニーから何度も信用ポイントが振り込まれてる。会長なりのやり方があるのよ。次に正しい時期に切り札を切るよ。相手が隙を見せた時にこれらの材料が真の効果を発揮するの。さあ、指導の最後に練習相手を用意したわ。来て、ホーさん。会長のやり方って一体何だろう。僕から言えることは何もありません。何も知りません。
こんにちは、ホーです。僕が国運金釜の入っている箱を持ち出しました。私は箱なんか見てない。見たのは国運金釜だけだよ。あなたたちが検査をしたいと言ったから僕たちは荷物を開けたんです。それともあなたが自分で開けたかったとでも言うんですか？こんにちは、ホーです。僕が国運金釜の入っている箱を持ち出しました。他の人に言われて運んだんです。中に故障した機構が入ってるなんて思いもしませんでした。僕はこの件とは無関係です。どうして自分は無関係だと強調しているの？僕が故意に入れたとあなたが誤解するのを恐れているんです。今の供述、何か違和感が。他の人に言われて運んだんです。中に故障した機構が入ってるなんて思いもしませんでした。僕はこの件とは無関係です。これを見て。それは今の話題とは何の関係もないような。他の人に言われて運んだんです。中に故障した機構が入ってるなんて思いもしませんでした。僕はこの件とは無…あんたがこの事件と無関係なわけがない。架空運輸の記録ではこの荷物箱の差出人はホーってことになってるよ。どういうこと？それは何かの間違いじゃないかと。くどくど、質問はもう結構です。カンパニーは不当の賃料を支払えるんじゃないかと心配して僕に小細工をさせた。それがどうしたんです？金人口の管理をカンパニーに任せることの何が悪いんですか？あなたたちは時代遅れなんですよ。お金を稼ごうとするみんなの邪魔をしないでください。ホーさん、紹介は金人口の復興を目指しています。なぜ皆さんの邪魔をしてると思っているんですか？あなたはそうやって自分も他人も騙し続けていればいい。金人口は遅かれ早かれカンパニーの大倉庫になるんです。不当の賃料を支払えたとしても金人口を落札する資金があなたたちにあるんですか？どうやら真相が明らかになったようね。ホーさんの証言を残しておけば後で使えるかもしれないわ。不当の賃料も用意できました。交渉の準備が終わったら不当にいる私のところまで来てください。うん、全部ケリをつけてみんなの前であいつに謝罪してもらわなきゃ。代表はすでに到着しています。こちらも天白氏の交渉人としてユウキさんをお呼びしました。うん、私は拳でしかあいつに勝てないから口論はあんたに任せるよ。正式に交渉を始める前に手持ちの材料を確認しましょう。私たちは支払い日より前に目標金額を達成することができました。これは私たちが交渉を続ける上での基本であり、金人口の商業に活力があるという証明にもなります。金人口不当の入札が始まった後、カンパニーは
対外貿易の資源と豊富な資本によって落札に成功しました。その後カンパニーは不当を金人交渉会に貸し、実際の運営を任せました。この契約は金人交渉会には不当で経営を行う正当な権利があるという証明になります。不当の労働者であるホーさんはカンパニーから賄賂を受け取り、不当の物流の邪魔をしたことを証言しています。行きましょう。天白氏の交渉人はすでに私たちを待っています。天白氏を代表してスターピースカンパニーと金人交渉会の賃料紛争の調整を行います。調整を行う必要なんてあるのか。はっきり言わせてもらおう。紹介はさっさと金人校から出ていくべきだ。カンパニーはこの場にもっとまともな人を派遣できなかったの？はあ、もっと大声じゃないと聞こえないな。カンパニーに他の人はいないのって言ったの。かっこ娘め、声がでかすぎて鼓膜が破れるかと思ったぞ。ふう、後々人前で私に謝罪するときにも今のような大声を出してほしいものだな。カンパニーの代表である私がこの場にいるのは合法であり、合理的で情に反してもいない。お前たち金人交渉会の代表は誰なんだ？通りすがりの運気軍か、それとも姿を見せない臆病な会長か、それともお前たちが臨時で連れてきた仏頂面の小娘か。もう結構でしょ。スコート代表、カンパニー側の情感を述べてください。カンパニーは特別に経営権を金人交渉会に貸してやっているが、それは共同発展を図るためだ。カンパニーはどうして自分で不当を運営しないの？ほう、お前はカンパニーが金人交渉会を罠にはめていると言いたいのか？商会に不当を課せば経営不振に陥り、積み重ねた信頼を徹底的に失うだろうと。あんたたちは絶対にそう考えたんでしょ？それはつまり商会では絶対絶対に不当をうまく運営できないと自分で認めているようなものだぞ。うぐぐ、嫌なやつ。カンパニーは特別に経営権を金人交渉会に貸してやっているが、それは共同発展を図るためだ。これを見て。はあ、誰がそれを理解できるんだ。取り下げた方がいいぞ。カンパニーは特別だが、商会が金人校にある各主力店舗との協力を拒んだ結果、かつては賑やかだった不当は閑散としている。商会は金人校の店舗との協力を拒んだことなんかないよ。拒んでいないだと？では聞くが、今はいくつの店舗がお前たちの物流網に加入しているんだ？これから増えるの。これから？どれぐらい先の話だ。お前たち先週人の時間の概念からすると500年先か？はっはっは。店舗側は待ってくれるのか？それは10年、20年。ねえ、どうしよう。私何も言い返せないよ。だが
紹介が金人港にある各主力店舗との協力を拒んだ結果、かつては賑やかだった不当は閑散としている。これを見て。はあ、誰がそれを理解できるんだ。取り下げた方がいいぞ。だが金人港の運輸効率は低下し、取引量も少ない。全く価値を作れていないじゃないか。これが経営不振の証拠だ。不当の運輸効率はもう改善されて、出荷量も増加しているよ。はあ、まさかそれだけの取引量で満足しているのか。金人港の店舗はお前たちのままごとに付き合うためにあるんじゃない。みんな金を稼ぎたいんだ。金人港の運輸効率は低下し、取引量も少ない。これを見て。はあ、誰。金人港の、そして紹介は賃料を支払えていない。だから我々は紹介が自ら経営権を放棄し、追加で賠償金を支払うべきだと考えている。どうして私たちが賃料を支払えないと思うの？支払えるというなら証拠を持ってくるんだな。そして紹介は賃料を支払えていない。だから支払えるよ。これは賃料です。紹介はすでに黒字になっており、お支払いが可能になりました。なんだって支払えるだと。どうやって。金人港紹介が提供した証拠は信用に値します。双方の賃借契約によると、紹介は未だ不当の経営権を有しています。続いて紹介側はスコート代表が秘密裏に不当の運営に対して妨害活動を行っていると申し出ていますが、スコート代表、何か説明はありますか？言いがかりにも程がある。どうして私が小細工しなければならないんだ。お前たちのようなボロ不当に協力する店舗がなかったり、頻繁に事故が起きることが私と何の関係がある。不当の物流の事故のことをどうしてあんたが知ってるの？私も不当の物流を利用しているからな。私が送った荷物がよく道中で壊れてしまうんだ。お前たち何か心当たりはないか？とぼけないで。あんたのせいでしょ。言いがかりにも程がある。どうして私が小細工しなければならないんだ。お前たちのようなボロ不当に協力する店舗がなかったり、これを見て。はあ、言いがかりにも。それに私は不当の出荷に関わってなどいない。まさか私が不当の労働者を買収したとでも言うのか。笑わせるな。あんたが本当に不当の労働者を買収したっていう可能性は？口先だけじゃなくて証拠を出してみろ。証拠になるものは何？それに私は不当の出荷に関わった。法が全部白状したよ。この証言こそが動かぬ証拠。あんたが彼に他の利用客の商品を壊すように言ったんでしょ。なんだと。あの時代遅れなやつめ。先週時はいつも義理がたいと触れ回っていたじゃないか。あれだけ金をやったの、逆にこの私を売るとは。けしからん。
もし今提供された証拠が事実であれば、スコートさん、これは不当な行為であり、天白氏は引き続き調査を行わなければなりません。どうしてこんなことに。一体どこで間違ってしまったんだ。この前の賭けを忘れないでよね。あんたはみんなの前で私に謝らないとダメだよ。断る。なんで私がお前に謝罪しなければならないんだ。あんたが他人の努力を踏みにじったから、あんたが汚い手段を使ったからだよ。もし私が謝ることで金人口を愛する人たちが落ち込まずに済むんなら、100回だって1000回だってそうするよ。でも今謝らなければならないのはあんただから。金人口の皆さん、申し訳。皆様にお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。私は目が節穴の間抜けです。身の程知らずで犬のように吠え立てることしかできません。そうだそうだ、やればいいんだろう。わわわわお、わお。本当にみっともないですね。今日はここまでにしましょう。皆さんのおかげで私たちは不当の危機を乗り越えることができました。でもこの全てに価値があるんです。今はこの勢いに乗って金人口を全面的に拡張し、さらに不当の取引量を増やすべきです。貨物整理と物流計画の拡張準備もしています。以前は空いていた不当も開放して使用する予定です。時間があるときに見に来てくださいね。不当の危機は去りましたが、金人口の復興は始まったばかりです。皆さんの努力のおかげで金人口は不当の賃料を支払えただけでなく、貨物の取り扱い量を上げることもできました。不当の労働者を手配して放置していた場所を整理してもらうことで貨物整理の規模を拡張できたんです。これで不当はより多くの店舗と協力し合えるようになりました。一緒に金人口の復興のために頑張りましょう。最近金人口を訪れる観光客が増えました。千人総会茶を買うときに列に並ばないといけないほどです。
変なことになりました。さっき知らせを受け取ったんですが、すぐに不当の拡張をやめるようにと会長が言ってきたんです。知らないはずがありません。理解できません。行きましょう。会長に説明を求めなければ。須生さんにも連絡して、チンキ屋で落ち合いましょうと伝えてあります。ちょうど来たようね。私は金人交渉会と商談をするために来たのだけど、あなたたちが先に話すといいでしょう。会長は皆さんの努力に十分感謝しているし、何を聞きたいかも知ってるわ。不当の拡張についてはカンパニーのやり方と本質的には同じで、金人口の特色を壊してしまうと会長は考えているの。金人口は人情味にあふれた場所で、美食街や古い書が骨董のお店は地元の住民と観光客を中心に成り立っている。それこそが金人口の個性と魅力なのよ。歴史的な数値を見てみると、このまま開発していけばここは大型倉庫になってしまうわ。物流が増えれば増えるほど観光客が減少していくの。それは金人口の店舗と地域社会にとっては受け入れがたいことよ。私はあんまり勉強してないけど、騙そうとしてない？本当にそうなっちゃうの？では今度は私の番ね。多くの店舗から連名で紹介の開祖の要請が天白市に来ているの。つまり店舗の人々はあなたが紹介の会長の座から退くことを希望している。新人口の店舗の人々もいつの日か私を裏切るとは思っていたが、私は自身が金人口のために作り上げた情景を諦めたりはしない。この座を退くなどもってのほかだ。これって会長の声？私は紹介の決定に干渉するつもりはないわ。ただ給油として忠告させて。金人口は過去じゃなくてずっと今ここに存在しているのよ。玉、今は往々にして過去からできている。違うだろうか。あなたは店舗の態度を軟化させるために少し譲歩するべきよ。例えば名機たちの意見を取り入れたり、彼女にあなたの職務をしばらく任せたりするのはどうかしら。名機、あなたの意見を聞かせてくれないか。会長、私は金人口の事務的な権力を握ろうとしているわけではありません。私は幼い頃からここの繁栄を思い描く会長の話を聞き、それを実現しようと努力しています。ただ今は私たちの考えがぶつかってしまった。わかった。しばらくの間名機が私の職務を代行するのを受け入れよう。しかし名機は施策について述べて私を説得するだけでなく、店舗の前でもそれを行い認可を得なければならない。自信があるならそれぐらいできるだろう。はい、私は全力を尽くしてみせます。会長、忘れないように。あなたたちが私に取って代わろうとも、危機は変わらず目前に迫っている。少なくとも入札保証金を稼げてこそカンパニーをくじく機会を得られるのだ。よろしい。会長が決定を下したのなら、私が
公開会議の招集を行いましょう。あなた、それから明記、二人に用事があるの。今の話が終わったら私に会いに来てほしい。玉空様が私たちを呼んでいましたね。行きましょう。会長って本当に頑固だね。話が戻っちゃうけど、不当の開発を続けると本当にカンパニーと同じになっちゃうのかな。どんな違い？カンパニーは自分たちのために施策を考えてるけど、私たちは金人口のために施策を考えてるってこと？同じように金人口のことを思っているのに、私たちと会長の意見は割れちゃったね。何せよ、金人口の主は商会でもカンパニーでもなくて、そこに暮らしている人たちだよ。私は大したことを言えないけど、ただ店舗の意見をもっと聞くべきだと思う。勇気から話は聞いているわ。あなたは商業顧問として金人口の立て直しに協力しているそうね。あなたにできないことは何かしら。そんな風に考えてしまうほど多彩で多芸ね。やめなさい。会長はかつて金人口の繁栄を実現させた金人口の英雄だったわ。でも英雄とはいえ、永遠に人々に支持されるわけじゃない。そして私はカンパニーのやり方も知っている。彼らは効率にこだわり、全銀河に統一された商業模範を広めようとしているの。私は無理やり事業を推し進めるのは選手を軽視していることになると彼らに忠告したけれど、残念ながら地元の紹介は保守的すぎる。率直に言わせてもらうわ。今の金人口紹介に勝ち目はない。そうね、カンパニーはあなたたちより多くの資金を出せるわ。でも審査の基準は財力だけじゃない。私としては同工房に行ってみることを提案するわ。翔親方は紹介の回数を申し出ているの。彼から認められればより多くの店舗の支持を得られるはずよ。ありがとうございます、玉空様。紫神宮にはまだ処理すべき業務があるから、ここから先はあなたたちだけでやるのよ。年寄りたちにあなたたちこそが新たな英雄だって理解させなさい。お客さん、物の修理をしたいのが、ここならあんたの機構を新品同然にしてみせると保証しよう。だが種族の民の科学技術の場合は、まずどの世界のものかを見る必要がある。お客さん、目的があるならはっきりと言ってくれ。小親方、私は紹介の秘書を務めている明記と申します。あなたに相談したいことがありまして。話すことなどない。俺はカンパニーを支持している。その理由を教えてくれる？
帰ってくれ。思い当たることはありません。まずはここを離れましょう。そこの方々、少しお待ちを。どうやら父が皆さんを困らせてしまったようですね。私の名前は召喚。近所の人たちからは坊ちゃんと呼ばれています。皆さんは公衆の面前でスコート代表に謝罪させた方々ですね。自称なんてしていませんよ。泉州を離れて何年も経ってから帰ってきたのに、子供時代からの友人は私のことを坊ちゃんと呼ぶんです。それでどうして突然父に会いに来たんですか？不当には様々な店舗の協力が必要です。私たちはお父上にご協力をお願いしたかったんですが。父はすでに拒否していますよね。お父上が紹介の階層を求めていると聞いて、その理由を尋ねようと思ったんです。こうしましょう。私が何か方法を考えます。よかった。あんたの父さんって本当に頑固だったからね。父のような上の世代の職人は大体あんな風に頑固なんです。そうだ、皆さんが父の店に弟子入りするというのはどうでしょう。父はメンツを重視しますから、皆さんが腕の立つ弟子になって頼めば、その誠意を見て態度を変えると思います。私は心の底から皆さんの問題が解決するよう手助けしたいと思っているんです。そうだ、皆さんの実習期間の給料は私が支払いますよ。行きましょう。皆さんを弟子としてご案内します。父上、紹介の友人が弟子入りしたいと言っています。早速皆さんに作業をしてもらいますね。バカを言うな。お客さんに失礼なことをさせるんじゃない。あのな、銅工房の状況を知っているだろう。新しい弟子を雇う金がどこにあるんだ。だから私が父上の代わりに探してきたんです。何を言ってるんだ。修理できないのはまあいいとして、彼女のような見習いが万が一お客さんのものを壊してしまったら、俺が弁償しなければならないだろう。銅工房の看板に泥を塗ることになるんだぞ。なら逃げたりせず、しっかりと話し合ってください。父がうなずいてくれたようなので始めましょうか。ちょうど常連客が壊れた機構を持ってきたので、修理の腕前を披露しましょう。大丈夫ですよ。また私が仕事を見つけてきましょう。まったく腹の立つやつだ。父上、皆さんは私たちの代わりに仕事をしてくれたんですよ。給料をケチるわけにはいかないでしょう。来てください、こっちです。ここに玉鳥があるので、試しに修理してみませんか。父上、ただ見てるだけじゃなくて弟子を指導してくださいよ。分かった分かったから。あんたたちが来た理由は知ってる。頼むから、もうお客さんのものを修理するな。あんたたちがもう触らないのならそれでいい。それで何について聞きたいんだ。
俺も長く商売をしているからな。会長は旧友と言えるだろう。カンパニーの提案にはたくさんの可能性があった。だがあの骨董品は過去が残した止水だ。奴の望みは実現しない。不満？いや、ないな。ただ俺が頑固なだけだ。頑固であることは先週人にとっては日常だ。数百年も生きると毎日同じ道を歩き、同じ仕事をし、同じ人と会話することになれる。多くの人間はそんな生活に満足しているんだ。だが頑固さで言えばあの骨董品、いや会長は俺に決して劣らない。むしろ勝っているくらいだ。奴は俺より長く生きていて、金人口が栄えていた頃を目にしている。当時は精査が行き交い、金人がひしめき合っていた。だがひとたび泉州が巡守を始めると、遠くの聖域まで航行し、もともと交流があった行商人たちの往来も途絶えてしまう。そう思っているのは会長だ。会長は金人口が栄えてた頃を取り戻したいと考えている。だが俺たちのように店舗を営む者には分かるんだ。時代は変わる。誰がどんなに努力したとしても時代の変遷を逆転させることはできない。だから俺はカンパニーの案を受け入れた。金人口が消えたとしてもラフには代わりになる市場があるからな。でもカンパニーが約束した未来に銅工房は存在するの？さあな。銅工房はおそらく残らないだろう。だが俺は後悔しない。良き歳月は過ぎ去った。長命氏は事実を、短命氏が自分たちの土地に手を加えるのを、与一が貨物輸送用の不当に変わるのを受け入れることを学ばねばならない。そしてわずか数十年しか生きていない野心家たちが、俺たちのように長く生きてきた老いぼれに勝ることを受け入れる必要がある。小親方、私たちに協力してみない？ちょうど明記が紹介を変えるために頑張ってるんだ。私たちは会長とは違うよ。あんたたちが紹介を変えようとしている？この方たちは以前不当でカンパニーの代表と論争をしていました。その光景を見て紹介は変われるかもしれないと私は思ったんです。今の紹介の実力を考えれば、やはりカンパニーが勝つ可能性の方が高いだろうな。俺はすでに金人口が必ず存在しなければならないという執念を捨て去っている。だがあんたたちが勝つ可能性も否定したりはしない。好きにやってみるといい。東工房が金人口復興計画に加わってくれるなら、きっと多くの人が影響を受けるはずです。ああ、あんたたちがどこまでやれるか俺に見せてみろ。小親方が金人口復興計画に加わってくれるなんて、今からでも遅くありません。物流計画を始めましょう。
これからも楽しく協力し合えることを願っています。皆さんお疲れ様です。私は用事があるので先に埠頭に戻りますね。